こんにちは、植物族インテリア科のピメリーです。今回はウンベラータの剪定と挿し木、水挿しの様子をお伝えします。短い動画なのでさらっと見ていただけると嬉しいです。天井についてしまったウンベラータさんをバサッとカットしました。このウンベラータさんは約8年ぐらい育てている子です。現在はリビングの日当たりのいい場所に置いています。ちなみにレッチューザーという底面から吸水するタイプの鉢に植えています。何ヶ月か前もバサッとカットしています。その時は天井についたまま何ヶ月か放置してしまったので、ぐるぐるっと曲げ木仕立てになっちゃいました。このぐるぐるっとしたウンベラータさんを挿し木しました。最近根付いたようで新芽が出てきました。冒頭でカットしたウンベラータは水挿ししています。こんな感じで根が出てきました。ちなみにどうでもいい情報ですが、こちらの瓶は日本酒の瓶です。非常に美味しくいただきました。こんな風に背が高くて先がシュッと絞ってある瓶だと、カットしたものが長くても安定するのでいいですよね。ウンベラータは強いので本当に簡単に増やすことができますよね。最近はカットしたら心を鬼にして捨ててしまっていました。久々に増殖させてみましたが、やっぱり増殖は楽しいですね。すごく早く成長してくれるので、毎日動きがあって観察のしがいがあります。こちらのウンベラータさんはもう何年も植え替えしていないので、近日植え替え予定です。
大きい鉢なのでちょっと大変な作業になりそうな予感がしています。また植え替えた際は動画にしますね。以上、簡単ではありますが最近のウンベラータの報告でした。いつも最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ビミリーでした。またねー。